絵コンテをもとにスタジオでは作画作業が進められています。新海さんの作品もね、一度参加してみたいなとは前から思ってたんですけど、従来のアニメーションの作り方とは少し違う使い方をしたようだし、その様をこう見たいなって、これを田中さん自身が作画監督がやっぱり一から原画のキャラクターを起こすべきだとおっしゃったんで、まあどのキャラクターも僕が起こすということになりまして、田中さんがあのデザインされなかった牧野キャラみたいのは僕が作ることになって、新海君結構今回はその牧野キャラクターも個性的なキャラクターにしたいと強くおっしゃっていたので、割とこんな風にしていいんすかっていう、大丈夫なのっていうようなキャラクターをこう少し面白がって書いてしまってるなとは思います。新海さんのコンテに書かれている表情がすごくいいんですよ。表情だけじゃなくてポーズとかその勢いとかそういうものがすごくいいと思ったので、なるべくそれをこう拾うというか、ね、参考程度っていうんじゃなくて、新海さんの出したいニュアンスをなるべくこのキャラクターで出せるように調整したいなと思って、それは意識してやっていたらと思います。2点3点いろいろあったんだけど、ここが歌物デート2曲目になって、本当はここは1曲目だったんだよね。で、ここで歌詞的にはあの普通に穂高がひなに向けて歌う曲なんだけど、まあ、それが逆に俺じゃなくてトコちゃんを歌うっていうことが、まあ、より面白いことになるんじゃないかっていう監督との話もあって、のように大それてて好き。うん、素敵、めっちゃ良かった。今回美術の表現のテクニックとかそういう部分でもまあいろいろチャレンジも試みてはいたんですけれども、どちらかというとそこではないのかなっていうのは監督とやり取りしてて思ったんですね。その話に沿ったもしくはそのキャラクターに沿った目線で作りましたね。よく使われる室内のシーンに関してはいつも以上にこだわって作ってます。で、菅のその家族構成だったりとか過去のいろんな生い立ちとか、編集プロダクションだから髪の印象をちょっと強くしてあげたりとか、菅とか夏美の性格上きっとこういう整理整頓をするんじゃないかとか、正直に詰め込んで作らせてもらったのがあの結果になったんですね。で、色合い的にも菅の事務所でしたらグリーン系で、初めからグリーンって決めてたわけじゃなくて、その夏美のキャラクターの清涼感みたいなものを出したいっていう監督がおっしゃられたんですね。もう少しこっちに広げちゃって、ここに帰る草の端にある観葉植物がここに見えるようにしちゃってもなんかいいような気がしますけど、でそれをうまく反映させた時に、なんかこの感じいいから全体的に菅の事務所をちょっと緑の印象にしようかということで、外から入る環境光の緑とかもちょっと嘘でもちょっと多めに入れてあげたりとか、そういったことで色彩のコントロールをしたりしてました。
気持ちいい。聞いてみようか。サプリングめちゃくちゃいいです。はい、あ、めっちゃいいですね。ちょっとやり方を変えてみてというのは、はい、あのステレオ感がより増すような、普通バイオリンがあって、はい、だんだん下に行くについて、ダイムバイオリンでビオラでチェロでバイオリンステレオにしていくんですけど、はい、左右のファンもなかなか触れないので、はい、なるべくこうステレオ感で撮ろうって言ってバイオリンを両側に感じして、結構低音を真ん中に置いている、うん、はい、結構あんまりやらない感じなんですけど、それでよりこうぶわっと広がる感じになります。すごい入り口気持ちいいですよね。これがなんてやっぱあった方がいいなって思います。始まるかも、うん、ありますよね、うん。